ランナーはアメリカ海軍の潜水艦、ガトー級潜水艦の一隻。艦名は亜熱帯水域に生息し、飛び跳ねる特徴を持つアジ科のレインボーランナーやブルーランナーなどにちなむ。ツムブリブルーランナーランナーは1941年12月8日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で起工する。1942年5月30日にジョン・ H ・ニュートン夫人によって進水し、艦長フランク・ W ・フェンノー・ジュニア少佐の指揮下7月30日に就役する。コネチカット州、ニューロンドンでの成長後、ランナーは1942年後半に東海岸を出港、パナマ運河を経由して1943年1月10日に真珠湾に到着した。1月18日、ランナーは最初の哨戒でパラオ方面に向かった。ミッドウェー島で中継の後、マリアナ諸島を経てショークに到着。2月2日、ランナーは北緯20度00分東経142度00分。北緯 20.000 度東経 142.000 度 20.000 142.000 の地点で2隻の輸送船を発見し、魚雷を3本ずつ計6本発射して爆発をいくつか聴取した。2月9日にも北緯10度10分東経133度50分、北緯 10.167 度東経 133.833 度、10.167133.833 の地点で輸送船と駆逐艦を発見し、駆逐艦に対して魚雷を1本、輸送船に対して魚雷を2本それぞれ発射して激しい爆発を記録した。2月14日も北緯07度31分東経134度21分、北緯 7.517 度東経 134.350 度、7.517134.350 の地点で N 型貨物船に対して魚雷を3本発射し、2本の魚雷が命中したと判定した。2月19日、ランナーは中国大陸から日本の陸軍部隊がいくつかの船団でラバウルに輸送されるので、その船団を待ち伏せよとの命令を受けたので、ランナーは警戒を厳にして船団を待ち伏せていたところ、昼過ぎに北緯07度35分東経134度25分、北緯 7.583 度東経 134.417 度、7.58313.417 の地点でそれと思われる船団を発見した。この船団は愛国丸、五穀丸、清澄丸の3隻の特設巡洋艦と護衛の駆逐艦朝雲及びさみだれで構成されていた。14時30分を過ぎた頃、ランナーはさみだれに対して魚雷を4本発射したが、そのうちの3本を確認したさみだれは舵を左に切って回避した。この時、上空にいた0式水上偵察機がランナーの潜望鏡を発見し爆撃した。250キロ爆弾は司令塔のそばで爆発し、潜望鏡をはじめとして音響装置や発電機、ジャイロコンパスなど、艦のあらゆる部分にダメージを受けた。ランナーは3本の魚雷を、愛国丸、五穀丸、清澄丸のいずれかに対して発射し、清澄丸がこの魚雷を発見して回避した。この哨戒では5隻の輸送船に対して攻撃を行ったが、いずれも撃沈を確認できなかった。3月7日、ランナーは48日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。4月1日、ランナーは2回目の哨戒で、東シナ海及び南シナ海方面に向かった。4月19日深夜4月20日未明にかけて、香港沖のペドロ・ブランコロックに12個の機雷を敷設。敷設後は、海南東方面に向かい、その途中の4月21日には、北緯20度45分東経113度09分、北緯 20.750 度東経 113.150 度、20.750-113.150 の地点で1隻の輸送船を発見して、魚雷を5本。4月24日明け方には、北緯21度41分東経116度24分、北緯 21.683 度東経 116.400 度、21.683-116.400 の香港南方で5000トン級輸送船を発見して、魚雷を3本発射し、魚雷を1本命中させて、撃破を報告。この攻撃は、病院占部へのスアイレス丸に対する誤認攻撃とされたが、日本側の記録とは1日と10時間ばかり違う。5月6日、ランナーは35日間の行動を終えて、ミッドウェー島に帰投。艦長がジョセフ・H・ブーランド少佐に変わった。5月27日、ランナーは3回目の哨戒で、千島列島、北海道方面に向かった。しかし、その後ランナーからの報告は途絶え、7月20日、ランナーは喪失したものと認定され、1943年10月30日に除籍された。日本側の記録及び他の潜水艦との記録を照らし合わせると、ランナーはこの哨戒では以下に述べるような行動をとっていたものと推定された。6月11日、北緯41度00分、東経141度30分、北緯 41.000 度、東経 141.500 度、41.000、141.500 のシリア先近海の海岸に座礁中の輸送、船森南丸に魚雷が2本命中したが、アメリカ側はこれをランナーのこの哨戒での最初の戦果としている。アメリカ側の記録は、6月26日に北緯48度02分、東経153度17分、北緯 48.033 度、東経 153.283 度、48.033、153.283 沼津輪島方面で、陸軍輸送船新竜丸を撃沈したとするが、新竜丸は、この6月26日に松輪島で座礁し、6月29日に搭載していた。ガソリンが爆発を起こして沈没したものであった。一方、この頃の日本側の対潜攻撃は6月16日朝に、北緯41度10分、東経141度33分、北緯 41.167 度、東経 141.550 度、41.167、141.550 の白桃灯台沖で、6月22日と23日にも、同じく白桃灯台沖でいずれも水上艦艇及び水上偵察機によって実施されている。また、三陸方面に敷設されていた対潜機雷礁に踏み入れて触雷した可能性もある。しかし、いずれの攻撃もランナー撃沈に結びつく確固たる証拠はない。なお、6月22日の対潜攻撃の直前に、商船に対して魚雷が4本発射されたが、この商船は魚雷を回避している。ランナーは第二次世界大戦の戦功で1個の従軍聖章を受章した。聖南丸は3月20日にスキャンプの雷撃を受けて損傷し座礁していたものである。ありがとうございます。